昨日さ、一応社員物件とかね、マスターリースの物件ね、マスターリースはうちが借りてて、でサブリースで貸してる物件なんだけど、これをね一応精査してさ、で僕もほら最近なんとかな、賃貸の方が現場わかんないじゃん。だからね、瀬崎さんとかにさ聞いながら、いろいろねここで押さえながらさ、データ引いてきてもらって、でここについてこうした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかなっていうことを、まあ1時間ちょっとかなさせてもらったんだけど、ね、楽しくてしょうがないんだよね。これ意外にこれ好きな仕事だから、もともとね、なんとかな、昔はさ、その、ね、住宅の販売の仕事してたんだよね。でさ、なんか自分はね希望してないんだけど、突然さ、そのね、賃貸の事業部見るようになって、でそこでさ、もうね食いついっぱいあったわけだよね。でじゃあそれどうやって決めたらいいのかなって言った時に、やっぱさ広告する力っていうのがねやっぱり必要だよなってことで、で要するに図面の作成っていうのをさ、僕なんかが考えて、やりだしたら、やっぱね埋まってくんだよな。で広告ってさ、これ全部そうなんだけど、今日始めたら明日からねその効果があるわけだよね。っていうことは早くやんなきゃいけないわけ。ところが仕事がさ忙しいとかいろんな理由になってね、広告を作るっていう仕事を先延ばしにすると、要するにそこから、要するにできたところからスタートするっていうか考えるから、なるべく早くやりたいんだよね。でまあなるべく早くね、じゃあやろうぜなって話になって、で昨日はちょっとね、こここうした方がいいんじゃないかな、あした方がいいんじゃないかなって言って、でね、いやそれだったら面白いんじゃないかとか言って、まあ、ね、鈴木さんも隣に行ってさ、いやそれだったら私も欲しいわよみたいな感じで、確かにそうなんだよね。ドラム式洗濯機が家ね、ね悪い子の家にあったら、ね、女性はさ、ね、要するにほら物干しとかさ別に外に干さなくていいわけだろ。とさ、ある意味ではその生活がすごい楽になってくるんだよね。で昔はさ、例えば食洗機なんかなかったじゃん。で最近まあ賃貸でね食洗機つける人は少ないけども、要するにホームオートメーションって考えていくと、要するに家に食洗機ある家と食洗機ない家では奥さんのね幸せの度合いって違ってくるんですよ。でこれね、あれもそう、ドラム式洗濯機もそう、ね、まあ、乾燥機付きだよな、家に乾燥機のある家と乾燥機のない家では、ね、生活する中で幸福度が全然違うわけで、そういう面でいくとね、ホームオートメーションという物事の考え方が分譲住宅では要するに流行ってるよね。ところがさ、賃貸住宅では流行ってないわけじゃん。でさ、ね、見たらさ、ね、エアコンついてない部屋がさ、まあ、この間ね、あって、なんでこれつけないの言ったら、いやいやいや、入居者がつけるでしょ、もうその考え方古いから、ね、とにかくうちの物件は全部つけないよと言って、今、ね、エアコン全部つけさせたよね。でさ、ね、当たり前だけども、要するにさ、ここにだよ、同じ6万円の物件があって、でこっちはエアコンがついている、こっちがエアコンついてなかったらどっち選ぶ。当たり前だけどエアコンついてるだろ。あと昨日発覚したのはね、なんだ、ガスレンジね、要するにガスレンジさ、昔普通についてなかったわけね。要するにね、ガスレンジの部分だけはなくて、ね、そこに載せる台だけがあって、でキッチンのセットがあるだろ。そう、当然だけど、まあ、ここにさ、ガスレンジがついてないってことは入居者が買ってこなきゃいけないじゃん。でこれも同じことで、ね、片やこっち側には、ね、レンジがついていて、片やこっち側にはレンジついてなかったらどっち選ぶ言った時に、賃貸のワンルームってね、だいたい都市部で、平均滞在年数って 1.8 年、僕が調べた時は 1.8 年なわけ。つまり2年済まないんですよ。で2年済まないのにわざわざ、要するにさ、ホームセンター行って、まあ、プロパンガスなのか、ね、都市ガスなのか分かんないけど、それを要するに、選んで買ってきてつける人いる？今の若い人さ、ネジ回し持ったことないじゃん。だからつけらんないよ。だからそれはちゃんとした人がつける、その方が安全性が高いし、要するについてる設備っていうものについての物事の考え方が、やっぱりね、賃貸の人たちは気軽に住めた方がいいわけだよな。であとはね、最近はさ、ワンルームでも、ね、ちょっと工夫してパウダールーム作ろうとかいうことで、まあ、今ちょうどなんだ、バンド橋の物件で、ちょっと広いワンルームにパウダールームつけようって言って、で今作ってるわけで、これがさ、
要するにね、今まではね決まらなかった物件がバンバン決まってんじゃんってこと、ね、であともう一つ、ね、今なんだ、三崎でさトライアルステイってやってんだよ。でトライアルステイ今回2期行ったよね。でさ今回さトライアルステイやることによってその入居者の人たちが、ね、要するに借りたいとか買いたいとか、ね、でうちの美術館丸ごとで買ったらいくらですかとか言うわけよ。で来てる人のね、価値観全然違うわけ、ね、要するに例えばさね、シャッター通りでバーッと店がね開いていて、で、それがさね、店舗でね4万とか5万なんだよ。でも借りないわけじゃん、ね、ところが僕なんかの感覚で言ったらこれ4万5万は安すぎるよね。で昔から営業してるね人たちのね賃料聞いてみたらね15万とか20万で借りてるわけよ。で未だにその賃料払ってるのね。で苦しいんだからそれ仕事してるよね。でもさあその物件が空いちゃうと今度は次埋まらなかったわけ、ね、で僕はねまあ大体商店街ね、の要するにいいところでね、まあ、通常さ路面店舗だったら都合ね1万円切らないじゃん。ところがさ三崎切っちゃうわけ、ね、で、切っちゃうところが決まらなかったわけだろ。ところが今のトライアルステイで来てる人たち、いや、なんか俺も商売やろうかって、店舗を探してくれよみたいなのとか、ね、美術館の1階、2階借りたらいくらなんですかいう問い合わせ来てるよね。で、それはさ、何かってったら、要するに、僕なんかが、要するに、外から来てね、いや例えば、三崎港蔵だとか、教室の早間商店だとか、まあ、美術館は、ね、収益あんまり生まないけども、三崎港ラーメンだとか、ねMF クラブ、MF ステップこっちね、あと美容院の宇野ねとか全部入れてきてるだろ。で彼らは要するに都合1万円でも耐えるだけの要するに商売やってるわけだから、ね、ある意味では、ね、その外から来た人たちが外から来て、ね、要するにどこの店をやるかって言った時にやっぱりさその、ね、東京だとか横浜だとかで、食文化を味わった人たちが、せっかく来たんだからさ、ね、ちょっとおしもこうぜとか、あとシーボニアにいる人たちね、みんなヨット持ってる人たちですよ、ね、クルーザー持ってる人たち、ね、そうすると、クルーザーでさ行くところってそんなにないだろ。ふと岬につけておいしいもの食って帰るって言った時にこの人たちは、ね、要するに価値観が違うわけ、ね、例えばさ横浜マリーナ僕はね、でね会員になっててさ、まあ、そこからねクルーザーでさ岬まで来るだろ。するとね大体2時間半かかりますよ、ね、2時間くらいか2時間くらいかかりますよ。で東京のレインボーブリッジとか、ね、あちこち行くよね。するとね丸1日大体6時間か7時間走るだろ。すると大体、ね、燃料で400リッターかかるんですよ、ね、つまりそれだけかけても要するに1日楽しみたいわけじゃん、ね、でため楽しみたい時にわざわざ、ね、要するに今10代の生活と同じような価値観のところに行きますかってとこ行かないんですよ。だから要するに、ある意味ではその価値観の違いってことは分からないと要するに、賃貸物件もねなかなか決まりませんよってことで、そこでさ僕たちが今ね、ね やるときに当たり前だけどさ世の中これがインフレが起きるんですよ。でインフレが起きたときに賃料は必ず上がるわけ、ね、でその必ず上がるときに価値観を考えないで仕事をしてると、ね、結果的に決まらない理由が全部家賃になっちゃうわけ。家賃が高いから決まらない。でオーナーさんにいや家賃下げたらどうですか始まるよな。で家賃、ね、下げるよね。で下げても決まらなかったときにどうするんですか言ったときにいやいやまだ高いんじゃないですかじゃないんですよ、ね、決まるものは決まるわけ。でそれは何かって言ったら、まあ、多少ね昨日の物件なんかでも、まあ、時代がねそのなんとかなバブルに近かったような頃だと、ね、13平米とかの、ねワンルームもあるわけ。うちはそういうの売ってないけど、ね、過去においてはさ、ね、あったわけで、そこの部分をじゃあどうしたらいいんですか言った時に、ね、洗濯機置き場つけると、ね、確かに部屋狭くなるよな。でそこにじゃあ部屋が狭くなったけどドラム式洗濯機だったらどうだろう思った時にいやそれはね狭くてもいいよねなるよね。でさホテルのねシングルって大体9平米なんですよ、ね、13平米って言ったら普通は、ね、要するにツインの部屋ですよ。でホテルで言ったらでもアパートで言ったら狭いよね。
でも今の、ね、あの若い人たちの価値観で言ったら、ね、わざわざ、ね、要するに、ね、20平米で家賃が8万円のところよりも、ね、6万円で13平米の方を選ぶように仕組みとして作ってあげればいいんじゃないですかってこと。でそれでね、これをね、あんまり下げるだろう、そう4万円とか、ね、4万円切ると生活保護の人たちがどんどん入ってきちゃうんだよ。すると全部が生活保護の生活体系になっちゃう。そうするとマンション自体の価値が下がっちゃうんですよ。だからここは、ね、要するにちゃんと、ね、あの普通の人たちを入れる努力をしないと僕は物件全体の価値が下がるよということを言ってるわけ、ね、でそれはね、うちのさ、まあ、KYT あるだろ、ね、あの杉田にあるやつ、あれ今ないさ、ね、7万5000円くらいで貸してるでしょ、ね、あの近所の同じ、平米数のフルアパート5万円以下で借りれますよ、いまだにね。でもね、なんでそこを借りるかって言ったら、ね、生活する環境が違うわけ。場所は近いかもしれないけど、要するに建物の中、ね、セキュリティの問題、あとはあ、ね、まあ、当然だけどエアコンがついてる、鉄筋コンクリートがついてる、エレベーターがついてる、ね、そういう方がこっちは、ね、エレベーターついてない、あの、ね、防犯の設備もない、ね、そこで、ね、あの要するに、なんかさ、不審な人物がいっぱいいる、どっち取りますかって言った時に、当たり前だけども安全性ってことを考えたら KYT が絶対いいんですよ。だから女性の入居者多いでしょ、そこは大事なことですよってこと。だからあのね、物事をさ、なんかやるときにね、要するにあの考える力って大事でしょ。でそこの時に考える力っていうのは書く力、ね、広告を作る能力で、広告を作る能力が、ね、備わってくると、ね、もっと何かをつけたらいいだろうなって発想が頭の中に浮かんでくるわけ。ところが、ね、物を書く能力がない人っていうのは頭の整理できないから、要するに、ね、要するに、ね、思ったことを実現することはできないってこと。今ね、例えば手帳にメモする、ね、あとサイフォーズ入れる、ね、いろんな形でさ掲示板書く、ね、メモをするよね。で僕なんかもそうだけど、書くことによって、あ、これやんなきゃいけないな、あ、そうだ、今度これやんなきゃいけないな、言うから、ね、全部予定バババ入れるわけじゃん。で今僕の予定見てくださいよ、ね、ほとんど将来的な、ね、あの予定は全部入ってるから。で今日ね、空く時間が例えば30分あるとするよね。30分ある時にいろんな仕事をするわけ、ね、だから ある意味では予定を入れた上にさらに空いてる時間に予定入れる、だから1日が充実するわけだよな。物を考える能力っていうのはすごく大事で、今ブログとか書いてるでしょ。でブログのなんかも要するに書く人もいれば書かない人もいる。それ何かあったら、書かない人は頭の整理ができない人なんですよ。だから書くこと、ね、僕はね、国語は2なんだよな2以上取ったことないんですよ、ね、文章能力ってね、大したことないんだけど、だけど僕の本が売れる理由なんだか分かる？リズムを考えて書いてるわけだから、点、ね、空読点とか、句読点とかね、そういうところの打つ場所とかいうところを考えて書いてるわけだから、デスマス調の時もあれば、ね、デアル調もあるよね。でそれはいつもリズムを、ね、取るように書いてるわけで、原稿って羅列の世界だから、ね、その羅列をする時に普通に、ね、主語述語、ね、いろいろ考えて書く人いるけど、それは国語的な話であって、ね、決して楽しい文章でもないわけじゃん。だから楽しい文章を書く、それは何かあったら、さっき言ったように、ね、図面一つ考えとき書くときでも考えて書くこと。そうすると、あ、この物件ってこういう魅力あるよね、ああいう魅力あるよねって考えるから、お客さん来たときに、いや、これこういうことなんですよ、ああいうことなんですよ、駅こんな近いんですよ、ね、商店街こんななんですよ、この商店街最高ですよ、ね、歌丸が死んじゃったけどね、このね、あの商店街はね、もう地域で安くてね、有名なとこなんですよ、一言言えれば、ね、そこで決まるわけだろ。物件は物件で決まるんじゃないですよ、物件の周辺する環境で決まるわけだから、ね、だからそこに合うか合わないかっていうことを考えてやること。もう一つはさっき言ったようにトライアルステイでね、要するに僕たちが入ったことによって、ね、要するに来る客層が違うでしょってこと、ね、で来る客層が変わったらどうなっていましたかというと、ね、やっぱり、ね、さ、岬の楽しみ方を分かった人たちが来たから、ね、いや俺さ千葉に移り住もうと思ったんだけど、岬にするよとかね、いや、この間も言ってたけど、いや今、ね、逗子にしようか、ねね、湘南にしようか考えてたんだけど、逗子と湘南行ったけど、岬今度来た初めてですよ、ね、でも、ね、
いやよく考えたらいい街じゃないさなんてことで、ね、賃貸物件探してくれとか今か、ね、借りてる物件売ってくれとかいう話になっちゃってるわけじゃん。これね、あのね、文化が変わっちゃったわけ。わかる？僕たちが文化を変えようと思って、あの10年前から動き出して、ようやく文化が変わってきたじゃんってこと。だから地価も上がってきたよねっていうこと。だから、え、あの当たり前だけど賃料が上がれば地価も上がるんですよ。だから、ね、逆に言うと環境ってものが地価に影響するわけ。環境ってものが要するにあの賃料に影響するわけ。だから賃料に影響する環境を知らないとこの賃料を上げられないし、要するにこの賃料を語れないんだ。だから経済的観念ね、いい比較圏といろいろ考えたときに、要するに僕たちのやってる仕事ってのはね、要するに適切な価値を作ることだよ。だから適切な価値は何かっていうと、ね、文章を書くことから始めること、ね、これが一番。だからあのね、昔はね、毎週金曜日にね、図面のチェックをしてたね。でそれをやりなさいということでね、最近また始めましたよ。っていうことはね、今までね、要するにみんなで考えてたことが、要するに考えるあの場がなくなっちゃったわけ。だから今度は今ね、みんなで考える場を考えよう言ってて、で昨日は僕はね、直接的にじゃあこういうふうに原稿だったらどうなので、キャッチフレーズこうだったらどうなの、いやいやいや、このキャッチフレーズとね、ボディコピーちょっとその時間だからさ、直した方がいいよなんてあのことをやってると、いやこれはね、いやまだまだね、宝の山この中で埋まってるなと思うわけ。で、そこがね、要するにプロとしての能力なんですよ。だからね、要するに、僕はね、あの普通の不動産屋さんと違うというところを僕たちが示さなきゃいけないわけだから、それはね、あのいわゆるうちのね、要するに会社の、ね、例えば、仲介手数料っていうのはさ、賃料1ヶ月だな、売買って言ったら 3% プラス6万円ね、これさ、宅建持ってないやつだって取れお金もらえるんですよ、ね、で、だけどうちはみんな持ってるだろうっていうところで考えた時に、もう価値が違うだろうってことね、要するに僕たちの要するにやってる仕事の要するに、ね、レベルが違うってところをダントツに見せつけないと俺はダメだと思うな。だからそれはね、素養があるから今これからやりましょうよ、ね、あのどんどんね、これからあね、まあ今のところ僕はね、やったあの仕事全部決まってるから、これもやった仕事全部決まりますから、ね、で結果を出す、ね、これが大事だと思うな。まあ、ぜひね、ここで考えたことをちょっと今掲示板でね、東京の方にも指示してるけども、まあ、それはね、今回もね、ドラム式洗濯機もうね、10個くらい買って入れちまうぜなんてやって、ね、木下洗濯さんが指示してるから、ね、これでさ、またそれがね、一つ埋まったら、これをまたね、広告に使うことが大事、ね、まあ、ぜひそれでね、意識持ってやってもらいたいのはね、お願いします。以上。